日光杉並木地リーン地図 Google マップ日光杉並木日光杉並木の空中写真画像左上の今市市街地から右方向へ伸びるのが日光街道右下方向へ伸びるのが日光霊平市街道国土交通省国土画像情報をもとに作成日光杉並木は日光街道日光霊平市街道会津西街道の3街道にまたがる 杉の並木道。日光杉並木街道とも呼ばれる。日光杉並木は、日光街道、日光霊平市街道、藍津西街道のうち、旧日光新領内にあたる大沢日光間 16.52km、小倉今市間 13.17km、多くは今市間 5.72km の3区間の両側に、杉が植栽された並木道の総称である。 総延長は 35.41km にわたり、世界最長の並木道として、ギネス世界記録に登録されている。江戸時代の徳川幕府が五街道をはじめとする主要な街道に、松や杉などの並木を整備したが、その中でも現存する旧街道の並木として、特に有名である。徳川家康、秀忠、家光の三代にわたって、将軍家に仕えた。 松平正綱が、主君、家康の没後、日光東照宮への賛同にあたる三階堂に、約二十年余りの歳月をかけて、杉を植樹し、東照宮に寄進したことに始まり、江戸時代には、幕府の日光奉行の下で手厚く保護された。明治以降は、幾度も伐採の危機に貧するものの、官民双方の有識者の努力によって、大規模な伐採は避けられてきた。中でも、 地元出身の林学者で、杉並木博士と呼ばれた鈴木平馬は、杉並木の研究と保護に生涯を捧げ、保護運動の中心となって活躍した。周辺の開発によって、球体を失った箇所もあるものの、植樹から400年近く経った現在でも約12,500本の杉が生い茂り、寄進期や一律化も現存するなど、江戸時代の街道の景観をよく伝えており、 歴史的にも植物学的にも特に重要とされ、日光杉並木街道府並木新碑として、日本で唯一、国の特別史跡及び特別天然記念物の二重指定を受けている。また、日光杉並木街道は、旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道百選の一つとして、選定を受けているほか、読売新聞社選定の新、 日本街路樹100系にも選定されている。現在も生活道路として利用されているが、街道を通る自動車の排気ガスや沿線の開発による根の切断などによって樹精の衰えが進行し、毎年平均して100本以上の杉が倒木や腰により姿を消している。保護が叫ばれて久しいものの、減少のペースに歯止めをかけるには至っていない。 このままでは100年後には消滅してしまうとも言われ、これを打開すべく保護活動も盛んに行われている。並木杉の寄進飛行距離の総計は約 37km であるが、現存する並木杉の端から端までを測った場合は 35.41km となる。特別史跡及び特別天然記念物には寄進飛行距離の 37km で指定されており、 ギネス世界記録においては、寄進費を含まない時、延長の 35.41km で認定されている。1617年に徳川家康の霊廟として、日光島将軍が創建されると、将軍家や諸大名が日光三景をするようになり、江戸から日光への道路が急速に開け、江戸から宇都宮へ続く、欧州街道も日光街道へと呼び、改められるようになった。 日光杉並木は若くして家康に仕えた松平正綱がその恩に報いるために1625年から20年以上の歳月をかけて紀州から取り寄せた杉の苗木を植樹したもので1648年家康の33回期に三道並木として東照宮に寄進したこの年 家康の命日である4月17日の日付をもって、正綱の名で、並木の木終点4箇所に、息子の松平正信によって、その後正綱は、同年6月に亡くなり、この正信が杉を植え出して、今日に伝わる、約1万5千本の並木となった。この並木は、日光奉行が管理することになって、保護に努め、枯れて損じた場合には必ず捕食の措置が取られた。 言い伝えでは、日光東照宮の造営に際し、摩綱が杉の苗木を寄進すると申し出たところ、初代名からは、東照宮に対してなんと、ケチなことよと非難を受けたが、摩綱は、松をご覧あれよと返したと言われる。摩綱が、当時の街道の並木として、一般的に植えられた松ではなく、杉を選んだ理由は、一説には天をつく、杉の姿に新規を感じたためと言われており、 また、雨の多い日光の気候や地形に合わせて、湿気の多い地質に生育の適する杉を、摩擦が選んだのだろうとも言われている。1956年になって、国の特別天然記念物に指定。植えられて、すでに390年以上が経過するが、現在は高さ30から40メートルほどに成長し、日光島勝軍へ向かう道は、おごそかな景観を作っている。 近年では、風雨や自動車排気ガス等による倒木や枯損を抑止するため、バイパス建設や杉並木オーナー制度を導入して、樹木保護のための基金を設立して、保護対策活動に乗り出している。杉並木寄進費。松平正綱の名で混流されたもので、新京藩の並木寄進費を起点に参回道の杉並木終点にも他の並木寄進費が建てられている。 松平正綱、植樹に着手。松平正綱、徳川家康の33回機に日光東将軍へ杉並木を起信。大鳥慶介軍が野口十文字二字を張り、新政府軍の砲撃に遭う。日光並木街道府並木起進費として国の史跡に指定される。自動車交通が可能になる用車道が整備される。 今市地震で十石坂より、鹿沼よりの並木が地滑りを起こす。国の特別史跡に指定。国の天然記念物に指定。指定名称を日光杉並木改造府並木記念碑に変更。国の特別天然記念物に指定。日光道将宮が杉並木大帳を作成。16,500本の杉が登録される。もともと杉並木は、 東照宮の所有だったが、明治維新で国に接収され、土地は国有化され、杉は東照宮に返還された。保護用地公有化事業を始まる。日光杉並木街道保存管理計画策定。道の日にちなみ、栃木県に対して、建設大臣により、日本の道百選の検証を受ける。保存管理計画改定。 中空ブロック工法による受精回復事業開始され、219メートル実施。杉の数12,302本に減少。杉並木として指定されていない杉は、この場合近くあるが、把握困難。杉並木保護のため、国道121号旧道区間のうち、日光市明神板橋区間が車両通行止めとされる。杉並木保護のため、 国道119号9道区間のうち、日光市7本桜地内の一部区間が車両通行止めとされる。日光杉並木保護財団及び栃木県文化財課により受精回復事業が行われている。平成8年秋より事業費を捻出するため、日光杉並木オーナー制度が開始された。日光街道。 国道119号日光市松原町付近から日光市山口付近まで、霊平市街道、国道121号日光街道より枝分かれし、日光市今市から道志と鹿沼市の境界付近まで、会津西街道、国道121号日光市豊田付近から道志、大桑付近まで、杉並木木新日並木太郎日光市ななり。杉並木で一番大きいと言われている。 日光東中学校の校歌にも出てくる。銀南杉日光市ななり。根元が銀南の葉のような形をしている。砲弾だ込み杉日光市瀬川。母親戦争の際に大鳥ケ介スケ軍がこの付近に陣を張ったため、新政府軍の砲撃を受けた際の砲弾が当たってしまった杉。瀬川の7本杉伐後日光市瀬川。7本の杉が密着したため、 根が一つに見えるようになっていた。腰や倒木が相次いだことから後に切り倒され、現在は切り株が残るのみである。桜杉日光市森友。杉の割れ目に山桜が芽吹いたため合体してしまった。並木の中でもとても珍しい杉で、春になると素晴らしく見事な花を咲かせる。並木ホテル日光市森友。根元にあるほらが大きく。 人が4人と回れるほどになっている杉杉並木貴進碑日,日光市、山口。杉並木貴進碑を岩分地蔵日光市、匠町の含む漫画淵にあった地蔵が、大谷川の洪水で流れたものと伝えられており、日光街道と霊平市街道の分岐点に安置された。室瀬一律家日光市出税十石坂日光市出税 東照宮に使う石材を運搬した妊婦がこの坂を越えるのに飯を十穀も食べたと言われている。地震坂日光市明神。1949年12月26日の今市地震で街道ごと杉並木が地滑りを起こした坂。別名、地滑り坂。杉並木木木新日光市小倉。杉並木木木新碑二重並木日光思想が先。 杉並木寄進費日光し,し多くはありがとうございます。